まあ、ようやくね梅雨入りしたようではありますけど、まあただこういった発表があった翌日は雨は降ることなく、まあ曇り天気ということで、あとまあ流れの方もね見ての通りすっかり落ち着いてしまっていますが、今回はまあタフなコンディションでもね、まあこれまでなんとか形にできた流れに来てます。まあ過去のそういったところに甘えるわけではないですけど、まだね必ずしも今回形にできるかどうかは分かりませんが、とりあえずね今日はこんな流れ流筋を、探っていきたいと思いますね。結構いい山場だったね。うん、仕留めたいところですね。とりあえず魚が見えて一安心。どうだ、見切られちゃったのかな。使ってほしいね。もう出ないか。見切られたのかな。いや出てこないな。うん、お、いるね。うえ、口使わねえ。擦れてんのか。出ないね。うん、出ない。マジですか。うん、出ないね。おかしいね。足跡はあったんだけど古かったのでね。どうなんだろう。ウニ荒らされてるのかな。ここまで反応がないのでね。これだけのポイントだったらね、少しぐらい反応あってもいいと思うんですけど。来た。うん。今日の一匹目ですね。はい。こんな感じです。サンキュー。はい、うん、いいね。
食わない。いると思いますね。ちょっと距離を取って。下はいない。上かな。よし。いない。ここでいない。マジか。全然魚
影が見えなくなっちゃったね。どういうこと？ねえ、下で出たので上上がれば釣れるかと思ったら大間違いでしたね。全然出ない。どういうこと？ダメだね。さて、じゃあどうするか。おかしいと思ったらね、先行者がいましたね。足跡があまりなかったので気づきませんでしたけど、まあ、ただフライなので出ても良さそうな気もするけどな。また来た。おお、入れ食いだね。